緊張する。これがリアルアメリカ。こういうことよ。Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。Hey guys, it's お猿さん。皆さんこんにちは、お猿さんです。今日は久しぶりのお猿イングリッシュなんですけれど、はい、皆さん、もし海外に行って急にレストランの予約を電話でしなきゃいけなくなったらどうしますか？怖い。無理。お猿さんが実際そんな状況になりました。どういう状況だったかと申しますと、僕年始に一人でアメリカに行きました。お仕事で。で、関係者の人たちと会って、じゃあ今日夜ご飯どうしますか、じゃあまあホテルで食べましょうか、じゃあホテルのあのレストランを予約しましょう、誰がみたいな。じゃあ僕予約しますね。で、部屋に戻ってネットを開いて、あそこ予約って言ったら、もう当日はネット受付してないんですよ。そう、だいたい当日は電話だよね。失敗したと思って、どうしようこれ。でもそのグループの中ではお猿さんが一番なのかな。いやー、もうだから、あー、やばい、電話じゃんと思って。レストランの予約といえば、マレーシアにいる時に私の誕生日の予約で、はいはいはい、でも電話が嫌だったからもう行ったよ。直接行ったよね。ね、俺だってモーニングサービスすら頼めない男よ。モーニングサービスの方が難易度高い気もするけどね。同じ鬼門のラスベガス。ラスベガスね。あれさ、未だにさ、ちょっときつくないって思うよ。あれはあの誰から見ても多分失礼だったなと思います。トラウマよ。そうね、うん、そうね。お猿さん挑戦してみました。まあ、皆さんも自分かのようにちょっと置き換えてみて、うん、ちょっとこちらの動画見てみましょう。私も見てないです、お猿さんがどう対応したのか。Let's see it! スタート。今ラスベガスのホテルにいます。何名かと、会食をすることになったんですけれども、電話をしなければなりません。なかなか電話ハードル高いんですけど、挑戦してみたいと思います。で、ちょうどこのヘルプミートラベルですね。ヘルプミートラベル、なんて言っていいか分かんなかったんだけど、あ、ヘルプミートラベルにあるんじゃねえと思って。確かにあった、必要なもの。いや、俺助かりました。あ、本当よかった、はい、本当聞いたの。聞いたっていうか確認して。レストラン予約あったっけ。ありました。おお、よかった。ここに、ダイニング予約というのが端っこにあります。これいろんな項目に分かれていて、注文編だったり、食事中に使うワードだったりとか、この予約の電話ですね。 I'd like to make a reservation. ノーマルのスピードでしょ。 I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. おー、いいね。いいね。いいね、いいね。よかった。いいね。あ、そうか。I'd like to make. え、じゃなかったらなんて言ってたんだろう。ね。ね。I want to とかさ。まあ、別にね、これだけじゃないんですけど、まあでもちょっと安心して言えるよね。自信持って言えるよ。スローバージョンもあるので、うん、ゆっくりバージョンでも聞けます。そうすると向こうが。For what day and time? For what day and time? って言うから。August 7th at 7 p.m.今日だから today at 8 p.m. for how many? for how many? 言われたら for four. for four. そう、一部そのやり取りも入ってるんだよね。その基本的には皆さんが使うフレーズが入ってるんですけど、やり取りが明らかに発生するものに関しては相手の、まあ、想定されるフレーズも実は入ってるので、うん、どうなんか流れは結構そんな感じだった。そうそうそう、だいたいそんな感じだ。we don't have anything available at 7.But we can do 8 o'clock. ダイニング言われて、まあ、それだと難しいからまた次回にしますっていう時は That won't work. We'll try another time. こんな言えるかな。ちょっとないバージョンも練習してたの。空きがなかった時用の練習もできますよ。すんなりね、取れるわけじゃないから。そうそうそう。じゃあこうやってリハーサルをして、リハーサル、これのおかげよ。おお、ちょっとなんかね、すごいリアルだね。リアルだもん。いや、そもそもお猿さんが一人でさ、海外に行くことがないから、こんなリアルなヘルプミートラベルの活用の仕方って見れないじゃん。ね、いつもはね、リアルヘルプミーがいるから。あ、そう。私がアプリになって一緒についていった感じだね。いや、本当ですよ。私より丁寧に教えてくれるんじゃない。確かに。
どうしたの？緊張してどうしたのどうしたのどうした？いや、アメリカあるある？電話が使えないんだよホテルの場合はコンシェルジュとかに電話すればいいんじゃないの？電話が使えないの全く出ないの、うん、出ないんじゃなくてプーなんないの？え、なんで？で、ヘルプミートラベルにそれはないの電話が壊れてる電話。でも何かが壊れた時にホテルに電話、あ、電話できない。だから電話ができないんだって。受付に行くしかないじゃん。え、どうしたの？ For four。 おー、びっくりした。 For four 関係ないから。今リアルでしょこれここで戸惑うとは。どういうことよ。どういうことないけどさ、アメリカってさ電話すらさせてくれないんだよこれがリアルアメリカ。私さ、道理でさ、これさ、長いなと思ったの、この素材。うん、はって思いついたの。ベッドの横にも電話があると。え、2つあるの?2 つあった。もっと早く気づいてよ。I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. 忘れちゃったからね、いろいろ。パニックになってね。うん、緊張する。Hi, I'd like to make a reservation. What time? Today, 8 p.m. How many? 3. Yeah. 今確認してるけど、ここまではさ。そうね、その流れで。ヘルプミートラベルの流れを。I help you. はい。Yeah. So, we're doing the reservation for three people. 8:30. Yes, and are you guys staying at the hotel? Yeah.Yoshida. Yeah. Y-O. Yes. We'll do 8:30, okay? You said 8 or 8:30? Okay, 8. Take your 8 if you like. Okay, 8:30, okay. Hold on. Mm. We'll put you down for 8:30 because we're busy. You pick up like maybe earlier if you like, okay? Like 8:20 or 8:30. Okay, okay. So, we're gonna go 8.8:10 or... Say that again? I'm gonna go to 8:10 around. And your shoes? For how many guests? Is it 3? Yes. And your phone number? Country code 81. Country code とか。これが電話番号聞かれるときさ。カントリーコードって言えるんだ。それね、よく地下の聞いてた。ああ、おう。Okay, 801? Yeah, 8180. 8180?自分の電話番号、英語で言ったことないからさ。確かに。テンパりますよ。確かに。うん。もういいって言われた。いいから、ルームナンバー教えてください。確かに。301. 301? Yeah. Are you staying at the creek? Yes. Okay, so I have you down for 8:30. Do you need me a little bit earlier if you like? Mm-hmm. Okay, got it. Thank you very much. Thank you. Bye. 本当?本当?予約取れたじゃん。なんかこんなにやり取りが必要だったのかなってちょっと思う。そうそう、なんかさ、カチッと時間決まんなかった感じがする。だってさっき8時10分とか言ってた。We gotta go 8.8:10 は、うん、Sorry, I can't hear you. これが8時から8時半の間に行けばいいって言いたかったんだけど、このやり取りが余計だった、ね、これ何なの？多分彼女は8時か8時半か忘れちゃったんだよ。あ、忘れちゃったの？だから、ね、戻って8時半で行けるよ。あ、え、8時だ、8時8時半どっちだったっけみたいな感じ聞いてんの。だから8時でもいいよって向こうは言ってて、お猿さんが8時半って言ったから、彼女は8時半にしとくけどちょっと早く来ても大丈夫だよ、 OK で終わってたのが、お猿さんが8時10分ぐらいに行くよとかって言うから、またそのでなんか、え、聞こえないとかってなって、そういうやり取りが、こういう、これヘルプミーにないもん難しくない、これ入れるの結果予約取れたじゃん。取れたの？取れてるじゃん。
撮れてなかったの行ったら。行った映像見てみます。え、撮れてなかったの。え、これさらに展開があるのこれ。 Hello, I'm Yoshida. Eight people? Yeah. Okay, now let me show you the option. Eight people? 間違いしてんのこの人。え、8になったの。嘘でしょ。I want to show you. I have these two buttons next to each other. Four and four. Three people. Only three? Yeah. It was not eight up? Eight o'clock, 8 p.m. 8 p.m., three yeah. people. What's the name? No, I want to make sure it's Yoshida. え、人違い? You are a different reservation, Yoshida. でしょ? 焦ったよ。俺8 people になっちゃったと思ってた。よかったね、お猿さんの英語問題じゃなくて。よかった。でもさ、こういうさ、トラップ仕掛けてくんの、アメリカって電話使えなくなってたりさ。そうですね、旅は予想外だらけですね。いろんな展開があります。うん、特にアメリカはね、こういうのが多いですね、多分日本より。そうだよね。うんうん、でもちゃんとね、違うって。そうそうそう。もしかしたら昔の俺だったら、8 people の席に3人で座ってて、後々8 people が来てえみたいなことになってたと思う。でも確認をするとかさ、うんうん、なんか違うなって言ったら、うんうん、言うっていうのがなんか身についてきたっぽくて、うん、いやそれをアメリカでしないと本当にもういろんな間違いだらけだから、自分がダメだったとか英語が通じなかったとかっていうもう以前に、もうネイティブだって確認言うっていうのは必ずやらなきゃいけないことなので、うん、なおさらやっぱり言語の壁がちょっとあったらもうそれがすごい大事で、そこをできるかできないかね、大きく変わっていきますね。で最近のお猿さんはそれを恐れずできるようになってきたね。ね、怖くなくなってきてるよね。そうだね、前はもうなんかさ、小動物なのにビクビク震えてたけど、少しこうなんか、あ、ちょっと待ってみたいなことが言えるようになってる気がする。うんうんうん、まあ、だから難しい。言うべきことは言ってるけれど、聞き取り問題じゃない、うん、その相手が、うん、You can do 8 o'clock、8時でもいいよって言ったところを多分なんかキャッチできなかった。なんかもう混乱しちゃったけど、うんうん、8時半でも。だったらもう確認。Can you do 8 o'clock for three people? それだね。うん、っていうなんか確認を入れるしかない。うんうん、で、向こうが No, 8:30。って言ったりとかさ、うんうん、Yes, 8 o'clock って言ってくれるから、やっぱそこに確認を入れる。ね、これね、やっぱり焦ってるともう分かった風に自分をしちゃうの、うんうんうん、OK みたいな、うんうん、みたいな、あれ何回か言ってるけど分かってないからね、うんうん、分かってないのが分かる。Can you do? So, can you do 8 o'clock? Can you do 8 o'clock? とか、I'm sorry って言って、ちょっと ごめんなさいね。うん、もう一回聞いてもいい。Can I ask again? Can I ask again? とかって、なんか、ちょっとごめんなさいね。ちょっと確認させてみたいなのを入れるとか。うん、でそれって、うん、あの、ネイティブでもするから。うんうんうん、かちょっとなんか、あれなんか、え、What was that? ってよく言うな。はいはいはい、か確認してもいいんだよ。ちょっと止めて、会話を止めて、うん、自分のペースに戻していいんだよっていうところから、ね、やっぱ相手のペースについていかなきゃいけないっていうのを多分常に思っちゃってると思うから、一旦置いて自分が分かってないんだったらもう崩して自分のペースに持っていくのが大事だと思います。うんうんうん、そうだね、学びました。はい、ということで、はい、お猿さんの電話でレストラン予約チャレンジ、皆さんいかがでしたか。お猿さんグッジョーブと思ったらぜひいいねをください。そして実はこのアメリカの一人旅、お猿さんの一人旅、結構いろんなエピソードがあって、はいはい、ね、もっと見たいと思ったらいいねをしてください。 Alright guys, thank you so much for watching. 概要欄にメッセージフォームもあるので、もしお猿さんにちょっと一言伝えたいと思ったらぜひそちらからもメッセージください。 Alright guys, we will see you guys again soon. Bye, bye.